ています。左を伸ばしました。チャンピオン早くも接近性持ち込もうというチャンピオンです。だからね、はい、逆に接近性ならあのパンチ力はですね、いやその大橋と互角だと思うんですよね、接近戦での打ち合い、はい、体の骨格でね、体でちょっとそのチャンのが大きいような感じしますよね、はい、片岡さんどうですか、中入った時のショートが上手いですね。なるほどね、接近戦で打ち合いです。ボディからカンパー顔面、左フックを返した大橋、左フック空振り、右左左当たりました。右アッパーチャンピオン思い切ってチャンピオン持っていきます。アッパーどこからでもこのパンチが出るというそんな感じですね。そうなんですね、はい、ミノックです。終わった、大塩に当たった、ちょっと片岡さんいいのが当たりましたね今ね、まあ、チャンがちょっとブラックしましたんですね。しかしチャンも反撃、これは分かりません、激しく打ち合う、ミノッパー大塩チャンもボディへパンチ。まあ、この前の試合に比べますと大橋も相当動きがいいようですね。これは動きいちこととですね、はい、相手をしっかり見ているちことですよね。あ、よく見てますね、よく見てます、はい、ですからチャンの方がその中に表からですね、打って大橋の方がその中から手を出してますよね。足を止めて打ち合いになっています。大橋も手を取りません。まあ、チャン刺す方にスイッチしてますよね。あ、そうですね、刺そうになってますね、はい、このチャンは一試合に必ずと言っていいほどスイッチします。また元のスタリーへ戻りました。まあ、接近戦の打ち合いは大橋の方が勝ってますよ、はい、ええ、しかし今日は大橋もですねよく左を出しています。接近戦との打ち合い、大橋を伸ばす大橋、今日は左がよく出ていますね沼さん、ええ、チャンピオンの右大橋左右のフック、はい、右打って左返す、接近戦での打ち合い、アッパーチャンピオンです。左フック、右のアッパー、ショートアッパー、今度は左アッパー。まあ、1ラウンド目からですね、まあ、試合の展開としてはですね、はい、やはりそのチャンが積極的に前に出て、大橋はそれを受けてですね、はい、やその相打ちカウントをうまく使ってますよね、はい、チャンピオンの身が入っています。しかしチャンピオンが前へ出ていく、大橋も手は止めません。終わった、左フック左フックですね、大橋は左フックをもらいました。右を捨てておいてからの左、試合再開。さあチャンピオンが攻める、右アッパー、右アッパー、右アッパー、大橋またなんかちょっと手をついた。しかしこれはダウンを取ります。にしてもまだ試合が続行可能と言っておれば試合が続けられます。チャンが攻撃、左へ右へ、チャン迫る、大橋ベンチ、チャン、ワンタン、大橋またダウン、膝をつきました。残り時間37秒あります。持つんですけどね。そして右のまぶたの上を切っています大橋、大橋苦戦、チャンピオン攻める、大橋サンドのダウンを奪われている、チャンピオン、チャン攻める、チャンが攻める、大橋頑張る、まあ、大橋も早く切ってますよ、大橋の右で打った、切ってますね、チャンピオンがフラッシュになった。残り10秒いけ、チャンス、大橋いけ、逆転のチャンス、大橋チャンスだ、残り時間を取ってない、可能です。第3ラウンド終わりました。いいチャンスですよね。そうですね、鶴太郎さんも思わず声が出ました、大橋チャンスです。まあ、このままですね、いわゆるその12ラウンド行くっていうね、はい、判定はないと思うんですよ。なるほど、まあ、逆にチャンスですよ、大橋攻める、はい、攻めなきゃいけない、打ち合いです。チャンピオンの右です。まあ、一発に発目が当たらなくてもその後のパンチ気をつけないといけないですね。そうですね、あの返しのパンチですね、はい、両者十分気をつけなきゃいけないですよ。激しい打ち合いだ、クリッチはありません、大橋の右です、大橋チャンスだ、ボディこんな顔面、大橋チャンプ打ち返す、大橋左左利くチャンピオン、右アッパー、大橋よく相手の動きを見ています。この相手との間合いなんですが、これいかがですか。あのお互いにですね、はい、いわゆるその打てる、はい、打ち返せる距離ですね。そうですか、
あんまり打たれてはいけません。大橋右、大橋右です。まあ大橋としてはですね、勝負するにはやはりどんどん前に出てきてくれた方がいい、いいわけです。右ラッパーチャンピオン、右ラッパー大橋もパンチを返す。左フック、右大橋チャンピオンアッパー、完全に大丈夫であるというふうに言ってましてね。そうです。あとはとにかく相手をよく見ていけと、序盤戦よく見てましたんでね、もう一回あの 1,2,3 ラウンドのようにゆっくり見ていけと、はい、いうふうに指示を出しました。そうですか。右ラッパーは空振り、左フックも空振りです。しかしその後すぐ炎があります。チャンピオンです。チャンピオンよくよくね、やはり見てますよね。はい、右です。大橋痛みっぽいピンクのトランクスが挑戦者の大橋です。なかなか好試合を展開しております。右左左と右、大橋のパンチが当たっています。右ストローク、逆転 KO も十分考えられますね。いや十分ありますよ、そうですね。まあ、大橋も今辛いでしょうけど、はい、でも、ね、練習してきたんですから、ね、そうですね、チャンスですからね、世界取るそのチャンスにはですね、そのチャンスにはやはりあのチャンスが出てこなきゃいけないわけです。前にミヤッパー、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 連続してミヤッパーです。大橋右ストレート、大橋激しい試合です。もう壮烈な打ち合いですよね。本当にいい試合です。視力を振り絞る両選手、チャンが出ます。ロープを背にしています。大橋これなんだ、大丈夫ですね、はい、やはりあの疲れてると思ってないもんですか。いや、ましてね、12ラウンドフルにこうやって打ち合うんですからね、大変でしょうね。判定は放ちました、鼻血を出しました大橋。あのこの前の試合の時も鼻血を相当出しました大橋ですね、韓国で、そうですよね、まあアッパーですね、はい、右のアッパーで鼻血出しちゃったんですよね。やはりこの鼻血を出すと相当呼吸が苦しくなるもんなんでしょうか。いい、あの鼻血はね、さほど感じないです。そうですね、あのやはり目ですね、はい、どうしてもその目の中に入りますから、ね、大橋さん、チャンピオンの右から左でしょうかね、これはね、そうですね、チャンピオンまたチャンスです。頑張れ大橋、右アッパー、チャンピオン右、右アッパー、左来た、大橋を打ち返す。しかしチャンピオン構成、大橋危ない、なったよろけた大橋、またダッと取りました。このレフリーは続きます、飛びません。さあ、これワンク、これワンクです。もう右の目尻切ったようです。大橋の右、左フォロー、大橋右、大橋が反撃だ、右フック勝負に出ましたが、大橋右、左フック4フックです。左激しい打ち合い、さあ大橋のチャンスだ、一進一退の攻防です。ボディブロー、ちょっと腰を2つ折りにしました。チャンピオン今のボディブローどうなんですか。いや、あのボール、あのボディブローは効いてないです。そうですか、え、打ち合い右ナッパー、いや打ち合ってもパワーありますね、パワーありますよね、まあ、あのこう見てましても、大橋と比較しますとですね、やはりその体一回り違いますもんね。東谷さん、はい、大橋選手はこのラウンド勝負をかけてます。そうですか。米倉会長に出るときにね、このラウンド勝負をかける行くというふうに言ったそうです。そうですか。米倉会長は残り2分だと言ったんですが、あっと大橋さん、連続でチャンピオンのミヤッパーが顔面を捉えました。大橋また揺れてました、顔面血だらけになりました大橋。レフリーはどうか、止めるか、試合を続けるか、フリーノックダウン制です。何度ダウンしても構いません。大橋頑張れ、右、まあ、打たせながらもその一発狙ってますよね。あったー、よろけた大橋、ミラッパが顔面を捉えました。ここでレフリーが止めました、レフリーが止めました。